あのですね、えー、っとねどこが一番わかりやすいかというとねはいここでね「Y ハット」と書いてますね。これはねこれは予想値です。 これは回帰分析した結果の値です。回帰した結果の値です。だって回帰分析っていうのを予想する x から y を予想するためにあるんですから、x から y を予想した値を y ハットと書いてます。気をつけて、これはねハットがついてるものとついてないものありますからね。これ i 番目っていうのは当然あのねなん何個かね。 に二次ことが三次個とかあるわけでしょ。だから i 番目が1 i が一だったら y 最初の人 y ハットにだったら二番目の人とね一般的にこの i は二十ね n まであるでしょ。はい、これ y バーです y y ハットちょうど y ハットというのは回帰分析をして回帰式を作った時の値です。ですからこれは回帰式だとすると。 ここの値ですここの値ねほら推定値って書いてるでしょ、まあ、推定値だ推定値推定値でもいいですねここなんですよここ。ねでこのさっきアルファとベータとねアルファとベータ決めたでしょほらアルファとベータ決めましたよねほらね。ね 決まったからこれはハットをついてますよ、ね、アルファとベータでにしたによって推定された値がこれです。つまりここですよ。ね、ところがですねこれは推定された値で実際はこうなんだよね。ここなんですよね。つまり現物によって当たってないんですよ。 ね、それは当たりませんよだってなんて予測だもんね経済予測だってピタリ当たるなんてことないでしょ、ね、近ければいいんですよ予測というのは、ね、まあ経済予測だと将来の値ですからね将来の値が分かるなんてわけないじゃないですかだって将来なんですよだから我々が経済予測に期待しているのは 将来の値に近い値が出てくればあパチパチパチって拍手するわけですよね。ですから、えー、と予測された値と現実の値とが多少ずれたとしてもこれはそのずれが小さければこれ当たりだと思ってよろしいんですね。よく見てください。 YI っていうのは本当の値です。実測された値です。YH っていうのは予想値。ずれてますね。これが打ち漏らしですよ。これ打ち漏らし。要するに予測外れです。これは小さい方がいいに決まってますもちろん。だから事情して加えてます。これ何度も言いますように、そもそも外れっていうのはプラスに外れたりマイナスに外れたりするもんですから。 そのまま足したんでゼロになっちゃう。そこで事情して加えると話になるんですね。はい、ここです。これこれが小さければいいんです。当たりです。ね。ですよ。ほら、このこれが小さければいいんですよ。当たって。小さいってないです皆さん。こっちは大きいでしょ。これ小さければいいんですよ。 だからここを予測してこれねあたまたまね実際の値がここだったとした場合から偶然に当たって言うんですけど普通はここはずれますこれが小さければいいこれが小さければいいです。でそのことをこう言ってます。 小さければいいって先生。どれぐらい小さければいいのかっていうと。それはもともとのデータが持っていた。こう。ばらつきみたいな。こう揺れみたいなものがありますね。これ全体がこれです。全体がこれです。全体ってこれ何かというとこれだよ。ここには。 ここちょっと気をつけてくれるここはほら平均値から引いてるよねもちろん平均値からずれるわけですよもちろんね,ね平均値からずれることはやむを得ないそれはだってねだからここというのはこれはもう最初から認めなくちゃいけないずれですでこれがこれぐらいの大きさなんですよこの中のこれなんですよ ね、だから。これが、これに対して、これは小さければいいでしょと逆に言うと、ここの部分が多ければいいんです。この部分何かっていうと、これは当たりの部分です。こちらは外れだけど、これは当たりの部分です。つまり、ここですよ、これ。ここの部分、あのね。どっから <laughs>、これって、どこからかってるかというと。基本的には、その、この。 もともとのばらつきっていう時は平均値から上がる分にしてるのこれは平均ねだからこここ,のここの部分が当たりこの部分がた当たりの割合ここがハズレですこれをパーセントで言っただけですよ。ね。だからえっとここが小さければいいここが大きければいいじゃあ これに対するこれで言ったらどうっていうんでこれがある事情ですね。はい。はい。今言ったことはこれです。はい。全体のことを SST と書いています。 これを SST と,書くといにしてますここのことを SSR と書くと SSE と書くといにしてますこのことを SSR と書けてますいいですかここは TRE です E というのはエラー外れって言います内漏らしって言います T は全体がこうだったよね元はこうだったよね全体だってトータル R は 回帰分析の効き目です。Ression, r P, r e、ね、SS っていうのはねこれはサムオブスクエア最小あ最小事情じゃない、えー、事情はだっでねサムオブスクエア SS っていうのはみんな共通だ PRE とそれさえ分かればいいです。 ここ,のとこ,ろをここのところを分かると思うけど数字にしたの例えばここを100%にしましたここが70%でしたここ30%でしたこの場合に r をイコー零0 7と書きます70%。 ね、内らしこれは内「打ち漏らし」ってここは,はここ、はあ、当,て当たりの部分外れの部分当たりと外れで全部あってもともと100これパーセント言ってますよ。ね、TRE という、ね、で70%でまあね これぐらい,いずれてもいいかとね。何もその物事はピタリ当たるなんてことはないでしょ。ピタリ当たったら神様ですよね。どんな経済予測だって。ハズレはできますよ。ね。まあ、外れてばっかりなんていうとね。今のあの日、銀の人に先生あるけども、まあ。まあそれはあのしょうがないよね。それはやり方が違うんだからしょうがない。 まあしかし統計分析としてはこのここのパーセントが小さく方がいい逆に言うとこのパーセントが大きい方がいいで大きい方のことはある程度書くね70%と書くわけですでここはもちろん大きければ大きいほどいいんですそれだけですね。ねそれではいあのー、なんですが。 でまあ、皆さんそれを見る聞いて「あ先生分かりました」と「R 事情」「R 事情」っていうんですよね。何で「R 事情」っていうか何で「事情」っていうのが分かんないかもしれませんけど後で言いますが「R 事情が低いものはダメ R 事情が高いものは良いい」ということですね先生その通りですとそうお答えします。まあ、はっっきり言ってて分析して ね、紙が出てきましたで、回帰分析すると必ず R 字上はいくつということはちゃんと書かれています書かれてないなんてものありえません書かれてないを書きますけどモグリーズそんなものないですよ必ずどんなソフトウェアも R 字を書いてきますがその場合に、ね、せっかくやったんだけど R 字上が0.15だったと せっかくデータ集めてやったんだけど0.15だったと。どうしますか?「紙くず過去にしててくださいそれは0.15」なんていうものを皆既分析したら外れてることが分かってるものを人に言うことになりますから君責任取れななんて言われることになりますよねですから皆既分析出てきたら R 字上を計算してまあ そう、ね、これここはなかなか難しいですけどまあ0.65とか0.7とか0.8とかねえー、まあ後半が絶対的です、えー、分野によって違います経済分析だったらだいたい零0.8以上になるのが普通ですだい大体い0.80.9場合によって零0.92なんてことになります。ね だけどもともとその経済分析じゃなくてその物事が計量的に定まるようなものではない分例えば人の気持ちであるとか世論だとか心理的なものだとするとある事情はとかその場合にこれを捨てちゃったら、ね、これはちょっともったいないかもしれませんねだってそれはね どうしたってそんな高くならないですからね。だからこれ分野によって違うと思っていいんですが、大体経済分析の場合は0.7ぐらから0.8ぐらいより上だろうなと基準はありませんもちろんね格タル。だけど0.1号とか0.2なんていうのやっていたらまずあの修士論文になったらまずそれを一発で落第です。 ということは回帰分析を知ららないいいととととううここですからね皆さんそれでね有名なそのじゃあそんな R 字上っていうのは重要だって言うんだったらねどうやれば R 字上って出るんですかっていうんですがえー、っとですねえー、っとですね原則はですねこの SST と SSR をコンピューターが計算してくれて出してくれます。 これは定義です。で、えー、ちゃんとしたあのコンピューター分析であったらちゃんと RGO はいくつこれをちゃんと自動的に計算し出してくれます。場合によっては SSTSSR の値も出してくれますさっきで分散分析あったと言うんですが。 で、機械学習だったら出してくれるかって言うと出さないと思います。なぜ機械学習を出さないかって言うと、機械学習をやるくらいだったら、こういう統計は知ってるものとみなします。んだよね。ここはね私ちょっとね。ちょっと皆さんに注文したいと思うんですが、世の中では統計は知らないけど、機械学習は自動的にやってくれるから、僕はそっちやりたいんだという人がいるかもしれません。それはとんでもない誤解です。 機械学習っていうのは統計の基本的なのが知っている人が、ね、こういうビッグデータだったら普通のエクセルでは計算できないから機械学習でやってやりましょうと言ってるだけであって、ね、その基本的前提は知ってるものとみなされますのでね僕は機械統計知らないから機械学習でやりましたからなんて言ったらとんでもない間違いですよ。 でえー、非常にその誤解を招くのはですね自動的にプログラミングされているのでっていうの機械学習の触りですがその自動的にプログラミングされているということは、ね、そういうことはもう分かりきっているからコンピューターの中ではそういうものは出力しないという意味なんであってプログラムはもちろんされてるんですよだって機械学習というプログラムですからそれは外に出てこないという意味なんだよね。 ですからあの気をつけてくださいね。あねでエクセルの表計算であるとかあるいは SPSS のパッケージだったりちゃんと SSTSSR 計算してくれたある字を出してくれます。ただしねただし皆さんには特権があります。単、ね、では 半回帰では R 字上ラージュねあのね R 字上というのはねほん言い方ですが R 字乗っていう言い方のほかにですね書いといてくれます ?R 字上のほかにね決定係数という言葉を使うんです。 かかりますか決定係数それはなぜかというと x が y をどの程度きちんと説明して決定してくれるかっていうので決定係数というんです。R 字乗と呼ばないで決定係数というの正式です。まあ、R 字乗って言ってますけどね。それでですねあのー、実は、ね、この決定係数は。 R. 事情なんだけども。実は単回帰ではですね。通常の相関係数の事情に一致するんです。通常の相関係数が分かっていれば、それを事情するとちょうど。ラージ R. 事情に一致するっていうことは証明されています。ね。それで。まあ。ラージ R. 事情とか。 からスモールあジ乗っていうのを使っているですだから、えー、と試験では試験ではこれはカモにできますカモにしてくださいこれで点数取れなかったら取れないすなわち回帰分析をする 以上は大抵の場合相関係数計算してますので、相関係数を自乗してバーンとしたらそれが決定係数になります。ね、15秒で正解になります。これで正解取れなかったらしょうがないね。というようなことで、まあ皆さんね。 ということを知っておいて。ください。ね。どうですかまあ、その辺ね。その、その辺で。よろしいですね。あの。うん、大体、その。そういうわけで。回帰分析では。やりっぱなしはダメです。ね。 ね、変な話でお手洗い行って手もあるあんなに出てきちゃってこれはルール違反ですけども回帰分析もねあの回帰分析もベータとアルファ出たらあ終わりですありがとうございますさようならこれではダメですそんなもんだったらあの統計分析のそうですね6割ぐらいしかやってませんやっぱり後始末としてこの回帰分析が役に立つんですとこれでやって安心ですということをねやっぱり 聞いてる人に言わなかったらねダメだねでそう言うと皆さんそう簡単だと思いますけど <laughs> でも世の中にはですねやっぱりあの統計学っていうのはやったことない、ね、だからもう一度勉強しようってしてや,やる人はいいですがやったことなくて「うんでも最近コンピューター全部できちゃうから」なんていう人はほらそれは駄目です。 ね、それはもうあの警告しておきますね。はい,そう,いうようなことで、えー、回帰分析、ね、決定係数 R 二乗それから、えー、SSTSSRSSE、ね、これ知っといてくださいね。はい。それで まあそれで終わりなんですけども、えっと、念のため言っときますとエクセルの表計算やるとちゃんと、えっと、出してくれます。ね SSRSSTSSRSSESST SS とちゃんと表,表で出してくれます。ね分散分析表って言ってる。 あのね、分散分析っていう言い方はですねあの分散分析法という結構進んだ方法あるんですよねこれここでお話しするチャンスがいずれはあるかもしれませんがあの分散分析法とはちょっと違うんですねもっと手前のでこれは分散分析することになるので分散分析法って言ってるんですけどこういう表がちゃんと出てきます。 これはエクセルでもちゃんと表計算出てできますでこれがわからないと R 二乗も十分に理解できません。ね、でさっき言ったように「平方和の分解」っていうのあります。ね。SST が SSR と SSU に分解することを「平方和の分解」と言っているんです。 ところがですねこれを検定推定する時があるんでねこれを検定推定しなくちゃいけないんです。それはなぜかというとねこれさっき説明しましたがう左肩がこれあの。 ああうまくいったねと「ああ回帰分削うまくきましたねこれ予測できるね」ね「いい子いい子いい子」って言って、ね「何で言?」って頭で出てやる左側はあ,あごめんなさい左側はそうですね右側はこれだめだよねこれだめね紙くず過去だよねっていうなりますよね。ただしそれは今私がそう説明しているから皆さんそう聞いているけどこれの中間があるんですよね。 中間があるんですよつまり、えー、右ともつかないし左ともつかないね、えー、ね。右の場合は優位であると左の場合はちゃんとした傾向出てないと優位でない優位、ね、である優位でない思い出しますか優位、ね、で ないって言うのは、なんかぼやーっとしていて、なんか。曇ってる中で、なんかぼやぼやっとして、結論が出ない、これ有意でない。有意であるっていうのは、ピタッと出てると。ね、だから、左側は有意であり、右側は有意でない。だから。私は今ここで。そういう説明しているから、皆さん分かるんでしょうけど。実際としては、この中間が無限にあるわけですよね。だ、その場合は、有意検定とにやることになります。 優位検定というのをやることになりますつまり回帰係数が効いているかどうか回帰分が効いているかどうかの優位さ優位,検定優位さじゃない優位検定が優位性の検定があります。それはです、ね、まず第一番に この SSRSSESST を知らなくちゃいけないわけです。知らなくちゃいけないっていうかまあ,あのコンピューターは計算してくれているわけですけどその時にですねもう一つこう自由度っていうのでねそれで私はここでいつも悩むんです。てての統計学者は悩みます自由度って 自由度ってね、あの何ってねで、さっき説明しましたよね自由度ってね、さっき説明しましたよね。つまり自由に動ける変数の個数と言うんですよね。それが聞いてくるんですよね。そこで、えー、自由度について説明しますが。 えー、どうしましょうかね、うん、ここに。 自由度分解って出てくるんだね。はい、えー、っと、ここにちょっと一応丸しておきますね。ただ、この丸を、今ずっと丸をね、だるまさんみたいに選んでいてもね。ちょっとわからないので、少し具体的なとこ行ってから、そこへ元に戻ってきますね。はい。えー、とね、どうしましょうかね。えー、っとですね。 えっと,です、ねえー、っとどう説明しようかなとねそうですね これ見ると回帰直線っていうのはね一発で一,一本パシッと決まっているわけですよ回帰直線ってパシッと一発で決まってるんですねぐちゃぐちゃになってないですねだから回帰直線ってある意味で一通りしかないんですよ一通りしかないのねところがですね回帰直線 回帰直線一,一通一るしかないというか、もうていうかな、要するにベータって一通るしか出てこないわけでしょ。ベータが決まれば回帰直線一本決まるので、回帰直線というのはもう一,一発でプシッと決まるわけ。だからそんなに動かない。ベータがベータが一つ決まればシャッと決まるわけ。ところがですね誤差というのはねぐちゃぐちゃってたくさんあるんですよ。ね。 誤差っていうのはぐしゃぐしゃでたくさんあるんですね。ってどこか、ね。ほら。ここがみんな誤差でしょぐちゃぐちゃなんだよ。ね。まあはっきり言って。ほとんどデータの個数そのものぐらいたくさん誤差があるわけですよ。ね。でも回帰直線はベータは決めるは。一発で決まりますよね。 だから回帰直線っていうのは自由度は1。なんです。ベータが決めればいいだけベータだけで決まります。ところが誤差っていうのはたくさん出てきますよね。だから。あの？こうたくさん差が違うんですよね。たくさん差が違うっていうかな。あの動き回り差が違うわけだよね。そこでですね。自由度って出てくるのは？ ね。ここに自由度が一と書いてあります。これはベータが決まるからです。ね。ベータが決まると。この回帰は一通り決まりますので、ここに一と書きます。あ、全体が百個の場合ね。ね。一時。この。回帰は一通りしか決まりませんので、一と書きます。ところが残差は。 えー、たくさんあります。九十八あります。あ、全体が百とすると九十八になります。なぜ先生九十八って出るなんですかというと、えっ、ー、とぜ全体のデータが百あるといたしますと、ね、そのうち自由度が一だけあるわけです。それはなぜかというと。 ほら平均を引いてるわけですよねね、平均引いてるでしょで、皆さん平均を引くってことはこの後言ったように分散計算するときに平均を引くと一だけ自由度が減るって言ったでしょ n が引く1になるって言ったでしょね、こういう操作をやるときは必ず自由度が一減るんです こういうものを入れてますから、ね、したがって100個あったうちね、これ全体について言うと自由度が1減って99になるんですまあ100と思っていいですよね、1個ぐらい減ってもいいんですよでも99とあることもね。ですから99だけ自由度があるんです100じゃないんです99だろ <laughs> ごめんなさいね そのうち1が、ね、でさっき言ったように全体っていうのは回帰による部分と回帰によらない部分からできているんですからこの99というの,の内訳は回帰による部分が1そしたらここは98にならざるをえない。というふうになって自由度は 一 n 引く二 n 引く一とこうなりますね。全体が百だったら一九十八九十九ここ一減ります。で、あとであのさっきの試験に出てくるんですけど、データが十の場合は。 10の場合は1減らして9。か単回域なら1。わかる ?10 だったら9。1減らして9。で単回域だったら1自由度。残りが8。1+8 は9。ここが足し算をやるから安心です。ここが必ず下方が成り立ちます。189。8 9 簡単でまずここで十、ここで九、一残りがちょっとこうなりますね。で先生そんなことやって何なんですかそんなことやって何なんですかそれもこれも優位性権とやるためなんですねはいじゃあ行きましょうか ちょっと進みすぎかもしれませんまあでもむしろあそのためにやってるのかなと思ってくださったからむしろむしろえーとねえー、っとですねえっとですね皆さん証券分析でね証券なんですよね Y というような例えばの相,株相場をね X1 とね例えば10年もの国債とそれから何年もの国債とかねあるいは こちらが国債これが国債からこれが株式相場とかねなんかある Y というものをある,う、ね、そのある変数とある変数で説明したいと「あ先生2つで説明するんですがいいですね」と。 それは君一つで説明するよりは二つで説明した方が原則的にはいいじゃない。あ、あとで原則的にっていうこ使ってます。必ず良くなるかどうかは分かりませんが、あのまあ普通で見れば一つより二つで見る方がいいなっていう時、皆さんこれを重回析と言ってんです。 重回帰の場合はですね、えーうん、さっきの自由度が違ってくるんですよね。うん、それでえー、っとですね何からいきましょうかね。 重回帰の場合はこの β が2つありますのでここが2になります。これ0回帰の場合ここが2になってもしここが100であるならばここが99でここが97になる。ねここのところが違ってくるんですよねここのところがね。うん いいずれにしてもね、皆さんん迷うことないんだよ、必ずここは1引かれて、ね、ここ必ず1引かれてここはここは変数の個数これは個数であとは帳尻合わせればいいのここは合わせればいいの必ず和になりますからねで。 何のためにこういうことをやるのかというとさっき言ったようにあの優位性検定やるためなんだよね。で優位性検定やるんだけども、はい、そこで優位性検定をやってみましょう。ね。 えっとですね、この式は実はこのあのちょっと待ってさいねえっとこの式皆さんねあの次のページに書いてあるんだけど小さいのでちょっと目立たないので大きく書きます。この次の次ページには こう書いてあるんだけどちょっと小さい小さいので次のページね29ページ29ページ小さいのでちょっと私ちょっと皆さんに見やすいようにこう書いておきました。ね、で,そう,です、ね、そうするともし n が100だとするとねここが 2でそれから、えー、99に対してはこれは n 引く1ですからねこれは k が2でしょ。で従って、えー、っとこの n−k−1 は97になる。 常にここを合わせるんでですす常に合わせればいいんですあまり考えることない。それでねこれとこれがもね求まったら、まあ、これ必要ないんだよねこう出とこないからね。そしたらですねそしたらこれを。 29ページの絵分布に持ち込むんです。で皆さんねびっくりしましたか正規分布 分布から導かれる分布は3つあるんです、ね、ラストのもんです最初に出てくるのは開示状分布これよく出てきましたねこの次が T 分布出てきました最後のラストランナーアンカーが F 分布です F 分布はどういう時に使われるかというと分散分析に対して使われます ね、で分散分析はですね、えっとですね、ここも分散なんです、これも分散なんです、ね、分散の比率を調べるときに F 分布が使われるんです。